どうも枝豆です。今回はいろんなビートボクサーが使っているあのホロークロップコンボについて解説していこうと思います。まあ、トリプルホロークロップとか呼ばれてるやつですね。これ、解説していくんですけども、このコンボはね、過去に紹介したことがないです。ということで早速参りますね。で、このコンボはさっきね、トリプルホロークロップって言ったんだけど、その内訳っていうのがこの3音。多分ね、みんなが聞いたことのない音が1個混じってると思うんだよ。っていうこの音で、まあ、この音どうやってやるかっていうと、この下の奥を吊り上げて、のどちんこのちょっと手前ぐらいにくっつけちゃう、完全に。で、その後に下を引く。感覚的にはほぼノーワード系だね。それと一緒で、この音ってゼロとかコラプスとかのなんかよくわからんコンボあるじゃないですか。あれとかにも使われてますし、実はちょいちょい使われてるっていう技になります。ただ技名とか知らないし、多分ないんじゃないのかな、ってな感じなので、まあ、やり方検索するのもなかなか難しい技になりますよね。これホロークロップ、この技ホロークロップで3連、これを早くやればみんながやってるようなカラカラカラっていうあれができるようになるよっていうコンボでございます。俺も練習していくんでね、一緒に頑張っていきましょう。ということで今回の動画は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。